およそ2万4000平方メートルの敷地に赤や白などさまざまな色のチューリップ300品種およそ100万本が植えられている丹東チューリップ祭り。観光客に美しい花を楽しんでもらおうと、チューリップの球根の生産が盛んな豊岡市の丹東町で1992年から開催されています。毎年祭りの目玉はカラフルなチューリップで描かれたフラワーアート。今年は畑一面に大きなアマビエが登場しました。本当だ。今年はアマビエ、コロナ感染の関係もあってね、悪霊退治というか、そんな思いを込めました。去年ね、途中でコロナの関係で閉園したんでね、いや今年はこう2年分楽しんでいただきたいと思ってね。丹東チューリップ祭りでは毎年アニメのキャラクターなどを描いていましたが、今年は新型コロナの収束を願って妖怪のアマビエとなりました。今年のキャラクターはこれはご存知ですか？これはちょっと知らなんだこれはアマビエって、あの妖怪、今年の妖怪なんです。ああそうかそこは勉強してなかったよく見かけるんですけど、アマビエってあの妖怪の、そう、知らない人もおるってことか。説明して回ってね。今年は3月下旬から暖かい日が続いて開花が進んだため、例年よりも早く始まった丹東チューリップ祭り、今週末頃までが見頃だということです。